皆さんこんにちは、シンプルでカジュアル夜です。マサダシンです。はい、今回はポケモンレートクイズ第2弾やっていきたいと思います。よいしょー、待ってました、待ってましたよ。はい、はい、前回ね、全然知らなかったね知識が学べたので、とても私待ってました。おー、確かにね、ちょっともう僕もね、何のためにこれやってるかって言ったら、はい、一人でも多くの方に、うん、こんなことあったんだって知ってほしいというね、思いのために作ってますんで、ポケモンレートクイズというものね。うわー、博士だよ、やっぱりあんた博士だよ。あ、俺は博士ではないけどな。今回のテーマはですね、持ち物についてですね。持ち物について、はい、持ち物についての問題を5問用意しました。はい、まあ野球で言ったらもうグローブに相当しますし、うん、サッカーで言ったらもうね、スパイクに相当するぐらい大事なね、ものなので。そうね、もう忘れたらもう来んなと、試合に。そう、それぐらい重要なね、ものですよね。もう出場権すらもね、危ういっていうぐらい大事なもんなんで。そうね、うん、確かに前回私5問中3問正解しまして、はい、まあ今回はね、さすがに全問正解いけるでしょと私も勉強してきましたから。そうですね、いろいろ結構個人的にレートを潜ったりして頑張ってるようなんで、マサダシンも。はいはいはい、なんで今回は期待できるかなと思います。お願いしますよ。はい、もしもダメやったらね、うん、もしもダメやったら、うん、明日から寝るときに枕の代わりにゴツゴツメットを敷いて寝てください。うん、頭痛っ。はい、なんで毎分ダメージ受けないかんの俺の頭。ただでさえ今無呼吸症候群でね、うん、苦しんでるのに。二重苦やん夜中。うん。やっぱ持ち物の対処法としまして、うん、叩き落とすという技がね、非常に便利。そうね、便利ですね、落とせますから。はい、この叩き落とすという技に関しての問題は2問用意してますんで、その1問目ということでいきましょう。それでは第1問。よいしょ。叩き落としで弱点保険を落とした際に、はい、弱点保険の効果は発動する、丸か×か。ちょい舐めてもらっちゃ困りますって、博士。おっと、正義、これはわかるかな。はい、発動します、丸。正解です。そりゃそうでしょうね。まあこれは有名かな。まあ1問目にね置いてるだけあって、まあこれは練習問題ですわ。なるほどね。でも僕納得いきませんわ。あ、これはね、僕もね納得いかないよ。うん、なんで落とせないんですか。あー、なんでって言われたら分かんないけど、はい、なんか気合のたすきを持ってるポケモンに対して畑落とすをしても、はい、まあ1残るっていうのは分かります。なぜわかるんでしょうか。気合のたすきを巻いた人間を想像してみてください。あ、今頭に浮かんでますね。で、めちゃめちゃ思いっきりビンタした際に、あ、されたたすきがポロって落ちたとしても1は残りそうじゃないですか。どういう理論や。うん、あ、なる、気合でね。うん、もう気合だって、あれなんか願掛けみたいなもんやもんね、気合のたすきに関しては。耐えた後に落ちてる感じやんだって。あ、まあ確かに、ふんごーって言ってから耐えて落ちとる感じやもんね、確かにね。で、木の実っていうのは、うん、木の実を持った人間が、はい、ビンタされました、されちゃった、あー痛いなーって思って食おうとしたら畑落とすで木の実を持ってない、あー地面に落ちちゃった、つまり木の実は食えない、発動しない、砂まみれやけん食えんよ。うん、まあマスノシンやったら食うけどね。うん、しっかり食う、3秒ルールですから。あー、うん、ただ弱点保険に関してはどうだろうか。ほい、保険証を持ってると仮定しましょう。私が保険証持ってます今。うん、で、まあ自転車にパーンってちょっと跳ねられたと。なんで急にビンタから自転車へ。はい、で、ちょっと怪我しました。うん、さて病院行こうかなって思った時に、あれ保険証がないってなったら、そんなこと許されないよ。許されないよね。うん、こういうことでさ、弱点保険が発動するっていうのはちょっと、まあクエスチョンがつくかな。あ、なるほど。保険証は、まあ、今のは自転車という例えでしたけれども、アントニオ猪木に思いっきりビンタされて怪我してしまった、はい、時に財布から保険証が落ちるかっていう話ってことですね。そういうことです、そういうことです、はい、確かに保険適用外になってしまったら値段が高くなって大変だからね。まあとりあえずね、弱点保険は発動するので、はい、うん、それは気をつけてください。それでは第2問目いきたいと思います。よいしょ。これも畑落とすに関しての問題ですが、はい、まあ残り HP1 のポケモンが、はい、ゴツゴツメット持ちのポケモンに対して畑落とすを打ちました。まあゴツメダメージで倒れた時に、はい、
相手のゴツゴツメットは畑落とせているのか、丸か×か。いやこれはだってあの死にながらも畑落とす最後打ったんでしょ。はい。で相手にダメージが入るじゃないですか。はい。やっけんゴツゴツメットは落ちる丸丸。はい。それではどうなったでしょうか。こちらねちょっと確認の VTR 用意したんで準備がいい、こちらをチェックしたいと思います。はい。それでは確認の VTR はどうぞ。さあ相手の紙剣がうんまあゴツゴツメットを持っていますので、はい、はい、残る HP のシザリガが畑落とすで打ちましたね。適応力なんでめちゃめちゃね入りますね。強っ。さあゴツメダメージで死んじゃったが、おい落ちんやねえか、ふざけんな。畑落とせてないんですね。ふざけんなよ。はい、ということで正解は×。マジかよ。畑落とせないんですね。落とせんのかよ。はい、ということでマサノシンはねちょっと不正解になってしまったので、まさか、まあ明日からですね、はい、ゴツゴツメットが入った靴でね、はい、毎日学校登校してください。痛ー足枕の方がまだマシやん。いやマシでもないけど全体重がかかるからねでもなんか逆に壺をされて気持ちいいかもしれんね。あ、それくらいがちょうどいいかもな正義の健康にもいいかもしれんけどやったやったじゃないわ。やったじゃねえ、やったじゃねえわ不正解しとるわ。はい、うん、まあということでね、ゴツゴツメットのダメージで、うん、落ちたら畑落とせないんですね。なんでやめてよ。ちなみにこの畑落とすのダメージ量はちゃんと 1.5 倍にはなってます。これってさ、うん、ゴツゴツメットのポケモンに対してビンタ思いっきりしようとしたら、はい、ゴツゴツメットが痛すぎて、うん、倒れたんやろ。そういうことやね。もう畑落とせる。ゴツゴツメットに当たった瞬間にもういったってなってもう倒れてん。うん、だったら落ちないのはわかるよ。確かに。もう 1.5 倍までもうしっかりと痛みにこらえてさ、うん、振り切ってるんだったらもう畑落とせているはずでしょ、うん、自分瀕死やけって思って思いっきり振り切っとんもんね。ポケモンたちは、ポケモンたちは頑張って振り切っと、うん、それで落ちんのはちょっとないな。まあ、とりあえず、まあ、畑落とすではですね、うん、打つ際は気をつけてください。はい、気をつけてください。それでは続いて第3問目、よいしょ。すり替えトリックという技がとても有効的ですが、はい、こだわりスカイフを先制ですり替えた場合、そのポケモンは直後に打った技が縛られる、丸か×か。なるほど。でもこだわりスカイフを持ってるポケモンが技を打ったらもうその直後から縛られるので、これは丸。正解です。よっしゃい。まあ、これはそのままというかね、持ち物を持った瞬間からその効果を発揮するというので、うん、まあ何のひねりもないね、そのままという感じですね、はい、たまらないね本当に。はい、これは何のひねりもないんで注意してください。はい、はい、さあそれでは第4問目いきましょう。ついに来てか。ポケモンの特性にはですね、持ち物を無効にできるというね特性が存在します。持ち物を無効にできる特性。はい、これは力づくという特性ですね。ああ、はい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 、まあ、全部の持ち物を無効にできるわけではないんですが、はい、まああるね持ち物の効果を発動させないというね特性でございます。はいはいはい、はい、それに関しての問題を2問出したいと思います。なるほど。まずはこちら、はい、力づくという特性で冷凍ビームで相手のポケモンを攻撃しました。はい、その際相手はレッドカードという持ち物を持っていました。はい、さてこのレッドカードの効果は発動するでしょうか、丸か×か。いやでもさっきのちょっと難しいけれども、はい、ちょっと出題者の意図を汲み取ると、はい、レッドカードは発動しないはい、確かにはい、正解ですけど出題者の意図とか言うなお前汲み取ってしまった、わからんけん、うん、めちゃめちゃなんかセンター試験みたいな、なんかもうガチで時寄るなお前も俺だってもう命かかっと思う。ああもうお前を死ぬぜ。でもゴツゴツメットで歩かない関係で、うん、ゴツゴツメット生活やけんねお前も。ただ捨てないところいいね、試合を捨てないところ素晴らしいと思います。最後まで諦めない心。はい、うん、まあ、これはね、まあ、まあなんでかっていうかね、まあこれは覚えること、うん、覚えること、覚えることですね。はいはいはい、まあ、力ずくでレッドカードとか脱出ボタンは発動しないっていうのは、はい、
まあ、知ってるかなとは思うので、あの危機回避とかも発動しないので。そうなんですよ、あのコメントでもあったんですけれども、はい、力づくという特性がね、まあすごいよということですよ、うん、結構すごいよね。サメ肌とか、はい、あの脱出ボタンもかな、はい、そうです、発動しないですから、はい、すごい特性だ。はい、そして第5問目ですね、うん、5問目、まあ、力づくという特性で、はい、命の玉を持たせましたと。命の玉を渡せました、はい、そのポケモンで相手を不意打ちで先制してやろうとしてました。はい、ちょっと適正不適切な表現がありました倒そうとしましたと、はい、不意打ちで倒そうとした際、玉ダメージ、命の玉のダメージというのは適用されるでしょうか、丸か×か。いやでも力づくって命の玉攻撃した時にダメージ入らんやないやん、はい、ということは玉ダメージは入らない、××。はいはい、それではですね、こちらも確認の VTR 用意しましたので、お準備がいい、こちらを確認したいと思います。はい、それでは確認の VTR へどうぞ。さあまずはですね、冷凍ビームを打ちました。はい、結構入りますね。さあ命の玉持ってるんですけど、翔英、翔英ですね、ニドキング翔英なんですけど、まあ、命の玉はダメージ発動しないと。はいはいはい、そして不意打ちで、まあ、先制して落としに行きましたと。はい、玉ダメージは、はい、どうなる。おお、玉ダメージがですね、まあ、適用されるんですね。間違えた、正解ということですね。入るんや。はい、まあ、これちょっとね解説がいるかなと思うので説明したいと思うんですけども、なんで。はい、まあ、この力づくという特性がですね、うん、まあ、追加効果のある技を打った際というね、まあ、限定がありますので。あ、なるほど。まあ、冷凍ビームというのは 10% の確率で氷状態にするというね、追加効果があるために、はい、命の玉の追加効果は受けませんでした。なるほど、そういうことか。まあ、しかし不意打ちの追加効果というものは存在しませんので、はい、まあ、力づくという特性の、まあ、効果は発動せず、はい、よって命の玉のダメージを受けるということになります。たはー、なるほど、はい、そういうことか。これちょっとね分かんない人いたんじゃないですか。いやちょっと勉強になります、博士。はい、あ、まあ、力づくのポケモンを使用する際は気をつけてください。はいはい、ということでね、以上5問終了しましたので結果発表したいと思います。頼む、全問正解であってくれ、マサヨシのま、よう祈れるなお前頼む、全問正解になってくれ。マスノシンは5問中3問正解しました。あー、2問外しましたので、はい、まあ、全問正解とはなりませんでした。ゴツゴツウェット生活かよ。まあちょっとね、俺もちょっともうマスノシンにね会えないと思うととても残念ですけど。おい、死なんわ生きるわちゃんと。まあこれはルールなので仕方がありません、はい、で、とんだデスゲームやなこのクイズ。はい、まあ、ということで皆さんはね5問中何問正解できたでしょうか、うん、はい、まあ以上のようにね、ポケモン界にはですね、はい、まだまだわからないね、謎に包まれたことがたくさんありますので、はいはいはい、まあそれをねクイズ形式で解明していきたいなと思います。よし、頑張っていきましょう。ということで第3回をぜひご期待ください。はい、ということでポケモンレートクイズ第2回でした。ありがとうございました。次回は全問正解してやる。ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは隊長、今日の動画星いくついただけますでしょうか。ズバリ星2つです。はい、次回は3つもらえるように頑張りましょう。笑いという名の花探せます。いや、めっちゃダセーな。